はい、今日はですねピザ窯でピザを焼いていきたいと思います。今日はですね、ピザ窯を用意できたのでピザをね、焼いていきたいと思います。今日はね、普通のコーンマヨ、コーンのツナ、コーンたっぷりのツナマヨと、こっちのね、3種のチーズクラフトという定番のやつをね、買ってみました。で、今ね、温度が結構温まってきたのでね、ピザの方入れていきたいと思います。はい、こんな感じでね、入れていきたいと思います。はい、こんな感じですね。なのでちょっと蓋をね、閉めていきたいと思います。はい、ちょっと途中ね、見てみますかね。あ、ちょっと焦げたかな。あ、これ途中でやっぱね、こう入れっぱなし5分って書いてあったんですけど、入れっぱなししたら半分焦げましたね。はい、ちょっとねピザ回しながらじゃないとダメですね。よくピザね、回しながらやってますもんね。はい、なのでこんな形で半分焦げましたね。はい、ちょっとね、2枚目は成功させるんで、ね、やってみたいと思います。はい、とりあえず1枚目ね、ただ入れてやってみましたね。一応ね、説明書通りに一応やってみただけですけどね。はい、でここにも書いてありますけど、焼きムラがないように調節するっていうのはね、ここですね。奥側が焦げやすくなっているので、ピザピールを少しずつ回転させてって書いてありますよね。はい、なのでやっぱ回転させながらやるっていうのがね、重要ですね。はい、とりあえずこれ切ってね、食べていこうかと思います。はい、じゃあね、これでね、食べていきたいと思います。やっぱね、焼きたてはね、ちょっと上手に焼けてます。ちょっとね、また焼き方をね、練習してもっと焼いていきたいと思います。